こんにちは、タカです。もう届きましたよ、フェリシモ色鉛筆。500色の色鉛筆、8回目、もう8回目だけど、まだ8回目。じゃん、今回ね、どんな色なんだろう。今回はこんな色。今回はカラーリングクラフトカードはね、蝶々だって。テーマはグレイス。優美な色合い、肌触り、気品のある人によく似合うもの、あの人がまとっていた雰囲気のようなもの。ちょっとじっくり見てみましょう。はい、でこのねカラーリングクラフトカードは、蝶々。まあ僕このクラフトカード一度も使ったことないんですけどね。で、今回のこのね381から400だね、グレイス。このテーマ、なんかちょっとここしかまだ見てないけど、なんかわかるかも。はい、綺麗な感じ。そう、こうね、綺麗ですよ、すごい綺麗だけど、綺麗だけどメインで使う色がどのぐらいあるのかなって感じ。まあちょっとね塗ってみたいと思います。381、無意識に気品をまとう大理石色。ボーンエレガンス。ちょっと薄いね。382、目を奪われる何とも言えない身のこなし色。ああなるほど、身のこなしがすごくて見えない的な。エンチャンティングダンス。ほんと見えないねこれ。これも見えない。383、あの子みたい、意外と割れないガラスの靴のタフネス色。ほほう。グラススリッパー、ちょっと見づらい色多いね。これもか。384、波のように寄せては引く冬の初めの肌寒さ色。ウェイブチル。いや読めないね、見えないのが続くね。わー続くよこれ。385、不思議と足が向く魔法が残る森の朝もや色。チャーンドコウ。うわー見えない。これこれもね、これもちょっと。386、踏み出すことをためらうほどのまばゆさの色。ダズリングエア。
すごいな。なんとなくそんな気はしてたけど。うん、これもね、さっきより見やすいけどぐらいだもんね。387、頭の中を駆け巡る謎の残像の色。ほう。人部エニグマ、今回すごい、なかなか。はい、見えるの来ました。おお、388、緊張と干渉で明日を思う最後のパーティーの幕引き色。なんかあんまりピンとこないけど。お、いいね、この色いい。あ、これも見えた、よかった。389、時々ママから香る甘いライラックの香水色。あ、ライラックよく知らないもんな。スイートライラック。ちょっと薄いね。390、神秘的な女神のかすかな憂鬱色。ほう。ミスティカルミューズ。ああ、薄い。うん、薄い。ほとんど薄かった。うん。はい、後半です。これも薄いわ。391、ピルエットで優雅に広がるチュチュの色。なんだ？バレエこれ。なんかバレエのイメージはこれあるね。薄いです。薄いな。392、顔をうずめて眠りに落ちたい柔らかなベッドシーツ色。はあ、はあ、パレスシーツ。シーツの色っていうのはなんかわかる。393、ちょっとドキドキ、初めてのレストランの前で深呼吸色。そうですか。うわうわ、これはなかなか。いや、これも薄いんだけどすごくほっとした感じですよ。394、見つめるほどにため息が漏れる精巧な象牙細工の色。ほう、象牙ね。うん。うわー、薄いね。すごい、はっきり見えるの来ました。395、肩肘張らずに楽しめるあなたとの会話色。ほう。フォートレススタイル。
もう結構似てるね、この2つ。結構近い。396、子供たちの砂場の芸術、完璧なフォルムの泥団子色。結構似てるよ。395と396。肩肘張らずに楽しめるあなたとの会話は、泥団子の色に近いってことかな。いいね。この辺見えるのいいな。397。雲行き怪しい我が家の陛下のご機嫌色。ああ、間違った。マジェスティ。ま、雲行き怪しい色にはなってるね。398。生まれながらに身にまとう洗練された物腰色。ナチュラルソフィスティケーション。ここに来てまた薄くなってきたか。399、寸分の隙もない磨きがかかった姫君の気品色。プリンセスポリッシュ。いやー、薄いな、やっぱり。ラスト。あー、薄い。薄い。400。湧き上がる泡にワクワクが隠せない、とっておきのシャンパン色。シャンペンバブル。シャンパンの泡ね。なんかシャンパンのイメージはわかる。はい、ということで、いやー、今日のは薄いね、今回のは。あ、なんかでもちょっと紙を1枚重ねると少し見やすい。でも薄いわ、全体的に薄い。はい、こんな感じですね。綺麗なんだけどね、これ薄いとこう塗り絵的にどうなんだろうね。まあ個人的には薄いと塗ってる気がしないっていう感覚があるけど。はい、というわけでね、いや、8回目薄かったー。これらは綺麗なの。すごい綺麗なんだけどね。いや、なかなか薄かったですね。これで8回目だから、まあまあ、また、何色？ 160 色？今。ね、前にもコメントにあったんですけどね、僕がこう、いつベーシックなやつが来るのか、そもそもベーシックなやつって組み合わせってあるのかなみたいな話をね、に対するコメントで、こうベーシックな色が来たらみんなそれで、もうね、このフェリシモやめるかもしれないから来ないんじゃないかみたいな、そんなコメントがありましたけどね。ちょっとなるほどなって感じたりもしました。ね、ベーシックな色をジャンって最初に揃っちゃったら、いや、もうこれだけでいいやってなる可能性高いもんね。
まあ僕は一応500食ちゃんとね揃えようと思ってるけどベーシックな組み合わせの20食があるのかどうかね、まあ調べりゃこれが何の色とかテーマごとでの多分出てくると思いますけどね、あえて調べずに楽しみに待ちたいと思います。それでは。